ここからは偉人たちの財務戦略のコーナーです。歴史上の偉人たちがどのような方法で自らの経済力を高めていったのでしょうか。今週からは武田信玄の財務戦略に注目していきます。戦国最強と呼ばれた男、甲斐の虎武田信玄。早きこと風のごとく、静かなること林のごとく。風林火山の旗印のもと、織田信長と徳川家康の連合軍を撃破。川中島の戦いでは軍神上杉謙信と死闘を繰り広げた。まさに知力と武勇を兼ね備えた武将である。一方で信玄は領地に恵まれなかった。当初の石高はおよそ25万石しかなく、信長に比べると国力は圧倒的に低かった。そこで信玄が行ったのが国を富ませる壮大なインフラ事業だ。道路、治水、通貨のインフラを整備し、晩年にはおよそ130万石、つまり当初から5倍以上に成長させているのだ。まずは道路のインフラ建設から見ていく。偉人たちの財務戦略、武田信玄、富を生み出すインフラ、第1回。甲府盆地が広がる山梨県。この甲府盆地の東にあるのが武田信玄の菩提寺、恵林寺。ここに信玄が生前自らの姿を似せて作らせたとされる仏像が残されている。それが武田不動尊。最新の研究で信玄の死の1年前に作られたことが判明した。その姿はまさに戦国最強の名にふさわしい風格を称えている。ところが信玄の本拠地甲斐は四方を山に囲まれた土地。どこを通っても山道で移動に時間がかかったのである。そこで傘下に最先端の技術集団を抱えていた信玄は彼らの知恵を結集しイノベーションを実現する。移動に時間がかからず疲れない道を作るのだ。山梨県北杜市、ここに信玄が作った道路が今も残っている。武田氏研究会の平山副会長に信玄の道路について聞いた。俗に信玄の棒道と伝えられている道と古道ということになります。歩いてみると分かるんですけど、大きな高低差、アップダウンがほとんどありません。ですからこういった山の中であるにもかかわらず非常にですね、歩きやすいと、土木技術が優れていなければ、成し得ない技です。棒道は甲斐の若見湖から信濃の大門峠の麓まで続いており、その名の通り山の中をほぼ一直線に作られている。しかも山の等高線に合わせて作られているので、あまり高低差がなく移動しても疲れないという当時最先端の技術が使われているのだ。この道を通ると非常に早いので、例えば信州をですね、夜明け前に出てそして移動を始めれば、そうすればその日のうちに間違いなく甲府に着くというふうに思いますので、相当時間短縮だと思いますね。棒道はそれまでの道より大幅に移動時間を短縮できたのだ。まさに早きこと風のごとく、風林火山を地で行く武田軍の機動力はこうして生まれた。これで信濃は我がものじゃ。1554年、信玄はこの棒道を使って信濃の攻略を進め、ほぼ全域を手にする。さらに棒道を使い、海のない甲斐に必要な
塩などの生活必需品を運んでいたという。上杉謙信との川中島の戦いでは、大勢の兵士を疲労させることなく移動させ、また物資の補給にも棒道を使用している。この道の整備が、信濃の国のですね、平穏というのを可能にし、これが武田家を大国にしていった、武田信玄にとっては必要不可欠なライフラインだったというふうに言うことができると思いますね。ここからはトラウデンスにも参加していただきます。よろしくお願いします。そして解説は明治大学政治経済学部の飯田康之教授にお願いいたします。今日もお願いします。よろしくお願いします。先ほどの棒道っていうのは、今でいうと高速道路みたいなものなんですか？そうですね、そして今でいうというよりも今も使われている道です。実際に抜け道として使われている方、あとはまさに高低差が少ないんでハイキングコースとしても有名なんですよね。良さそうですね。当時としてはやっぱり信玄にとってのライフラインということでしたけれども、どれほどに大事な道だったんですか？はい、やはりですね、甲斐の国、今の山梨県もそうですけれども、山に囲まれているので、その隣の信濃、長野県に例えば拠点を置いても、そこに行くのに何日もかかってたんじゃ支配もできないですし、その領土を維持することもできませんよね。そういう軍事的な意味でも大切ですし、そしてもう一つは物が流れないと、物流がないと実際にその経済圏として一つにはまとまれない。当時日本別に荷車がなかったわけじゃないんですけれども、基本的に人間が背負うか馬の背に背負わせるかだけだったと。そうするとこういった道の重要性っていうのは今よりはるかに高かったと思いますね。方向性に合わせて作る技術もすごいですね。そうですね。今ちらっとお話もありましたが、棒道、軍事目的だけではなかったということなんですね。次は信玄が棒道を使った経済戦略を見ていきます。棒道の威力を武器に信濃をほぼ手に入れた信玄、そこに立ちはだかったのが軍神上杉謙信。1553年に川中島の戦いが始まると、信玄と謙信は川を挟んで10年以上も戦うことになる。その戦場の近くにあったのが今も世の尊崇を集める善光寺である。川中島の戦いの間に信玄は善光寺を甲斐に移す。理由は戦に巻き込まれ善光寺が消失することを恐れたからだと言われる。そして作られたのが現在山梨県甲府市にある甲斐善光寺だ。甲斐善光寺の吉原副住職に善光寺の移転について聞いた。一山ことごとくという言い方をしますが、お寺の中の宝物類でお坊さんで町の方々皆さんがこちらの甲府の方にお移りになって、その時には長野には善光寺はなくなってしまって甲府が善光寺になったという形ですね。だがこの善光寺の甲府への移転は信玄の棒道を利用した経済戦略があった。西暦644年に長野に創建された善光寺は平安時代に一般の人々の間で人気が高まり、鎌倉時代には源頼朝が厚く信仰。こうして日本全国から多くの参拝者が訪れるようになったという。一つの経済宗教都市、これがそっくりそのまま甲府盆地にやってきたということになります。今で言えばですね、この甲府の町にディズニーランドが建設されたというのに等しいかなというふうに思いますね。つまり信玄は一大観光地であり、また商業が盛んだった場所を自分の領国に移したのだ。そして甲斐善光寺にお参りする大勢の参拝者が使ったのが棒道だったのだ。
その経済効果は、一説には当初の甲斐の石高25万石に匹敵したとも言われる。あらゆるところを整備し、国を豊かにせねば生き残れぬ。こうしたインフラによる国力増強に必要不可欠なのが、最先端の技術を駆使する異能の集団だった。次回は信玄がいかに技術者集団を抱え込み、甲斐にイノベーションを起こしたのか見ていく。はい、確かにディズニーランドが甲府に来たと思うとかなりの経済効果だなと思いますね。そうですね、それまでも富士山信仰で、甲斐の国を訪れる方は多かったんですけれども、富士山に登れる期間って年に、せいぜい3ヶ月ぐらいなんです。いわば今でいうスキー場型の観光地なんですね。一方でこれ宗教施設と思ってしまいがちなんですけれども、当時のお寺は大アトラクションでもあります。今もですね、善光寺さん行きますと泣き流、こうやってパンパンってやるとそれがワンと反響するとか、あとは体内巡りと言いまして、真っ暗な中で手探りをして宝物を探す、これ完全にアトラクションなんですよね。で、その観光客の強化効果というのを狙った政策です。善光寺って今でもかなり有名で人気なお寺ですけれども、当時からもそんなに人がたくさん訪れたんですね。そうですね、当時の観光をやはりお寺というのが、狭い意味での宗教団体以外の役割も果たしてたんですね。その周りのあたりも反映しますよね、商店街ですとか。今もね、信濃の善光寺の周りというのは大観光地で、年間には600万人の観光客が訪れます。当時800年かけて培ったブランドをそのままごっそり持ってきたというようなことになるんですね。そう、それが移動できたというのがアトラクション的だったことの一つの、根拠かもしれないですね。さあ、ここまでは飯田教授にお話を伺いました。ありがとうございました。さて、次回は信玄の技術者集団を使ったイノベーションに迫ります。放送は来年の1月20日です。